はい、なかなか大きい味ですね。はい、ではさばいていきたいと思います。まず鱗取りで鱗を取っていきます。よいしょ。取っていきます。頭を落としていきましょう。ここをよいしょ。で、よいしょ。内臓を。水気を取っていきます。はい、はい、それでは、一気に剥がしていきたいと思うんですが、難しいなこれ。よいしょ。はい、1枚剥がれました。次、はい、3枚に下ろせました。はい、最後に背バラを削いでいきたいと思います。よいしょ。この角度かな。はい。こちらも背バラを削いでいきます。ではここからちょっと、よいしょ、もうちょっと大きい味だったらいけるんでしょうか。よいしょ。はい、続きまして、こっちも、
はい、できました。味噌を入れました、よいしょ。叩いていきます。